真剣ゼミからプレゼントが届いたので、今からそれを紹介していきたいと思います。袋は、とても丈夫にされています。では今から開けてみたいと思います。このシールを紹介します。このシールは、品物を買ったら、もらうことができるシールです。ティッシュとかに貼ったりすることができます。これは無料です。プレゼントを、頼んだらもらうことができます。で、これは、ポーチです。筆箱にしたり、なんかおしゃれ道具とかを入れることができます。中はピンク色です。前回さくらくさんも、これを買いました。それとこれはマーカー的な感じです。なんか色を塗ったりするときに役に立ちそうです。ですね。これはですね、まず色を紹介します。色がは、この、まずこれはイングリッシュレッドで、これは、ローズマリーという色です。で、これが、オレンジには見えませんが、ペールオレンジという色で、これはレモンイエローの色です。これは、今日、これ、今日来たのは、これの、2種類ですが、ですね、まあ、後半にも、後の方でちょっと、もう一個、この違う2種類を買ったので、また届くと思いますので、その時投稿したのも、ぜひ見てください。それと、まだ買えませんが、ペンネームを、決まった時に、花やみえみという名前から、横文字に、大文字に変えたいと思っているので、もし、ま、いつかは、その投稿もするので、その投稿も、ぜひ見てください。